ご無沙汰しております、みだまでございます。本日のテーマはでねん、最強の男前受け。うわー、もう選ぶの大変だったけど、ファンタジーを抜きました。もう抜いてるよね、抜いてる抜いてる。ファンタジーを抜いて現代ものに絞りました。で、ファンタジーはファンタジーでまたまとめようと思って、だから今回は全部現代ものでございますので、そういった現代ものの私の好みの男前受けのおすすめをちょっと今日は皆様におすすめしようと思いますので、楽しみにしててください。というわけで、いやー、早速やるか、やろうか。まずはこちら、ファンキーヤンキーベイビーくん。これマジ最高だよ。まあ、あらすじというかさ、まずここよ、ここ、帯、俺が男の中の男ですけど何か、これ最高で、ここにね描かれてるこの子がウケなんですけれども、これは BL じゃなくて少年漫画ですっていうぐらいずっと喧嘩してんの高校生たちが、ヤンキーものです。はい、見たまごをね知ってる方はあって今思ったかもしれないんですけど、私ヤンキーがめちゃくちゃ好きで、その走りと言ってもいいぐらい、このなんで男前受けが好きになったかとか、なんでヤンキーものが好きかっていう走りかもしれんぐらい刺さりまくった話でございます。でね、ほらビール界よ、これがヤンキー受けだ。でもこんなん書いちゃうから帯に、これぐらいね、いやでもこの言葉が嘘ではないって読んでたらわかるぐらい、めちゃくちゃ男前受けです。はい、これ本当によくって、223ページもあるんだって。もっとあるか、もうめちゃくちゃ分厚いんですね。でどちらかというと恋愛メインではなく、学校でのその事件だったり出来事メインの話になってて、抗争、喧嘩抗争、熱い友情、マジのヤンキー BL 登場です。どこかうさんくさい借金の取り立て屋かける超絶男前番長なヤンキー受けっていう。でもこの受けのヤンキーくん、その番長くんはキッカくんって言うんですけど、キッカくんはそのなんて言うんだろう、番長してる見た目じゃない、まあ、これ見てくれたら分かると思うんですけれども、見た目がすごい可愛い小柄な感じなんですね。だけどそれを見てるのに忘れさせるぐらいイケメンなんですわ。めちゃくちゃ男前、男が惚れる男って感じですね。あらすじにも書いてるんで、ちょっとあらすじ読みますわ。高校2年生にして番長である姫野吉川は、周囲の不良たちからも一目置かれるカリスマ的存在。その圧倒的な喧嘩強さには、信仰者も集まるが敵も絶えない。その一人が教師の金谷。姫野になんと補習を受けさせるために金谷は旧友千秋に吉川の捕獲を依頼する。取り立て屋として腕っぷしが自慢の千秋と、絶対に負けたくない吉川のバトルラブが勃発。そしてこの二人の出会いは、スケバンからお坊ちゃんまで巻き込む激アツヤンキー構想へと発展していく。 BL 漫画の帯じゃないだろみたいなBL 漫画のあらすじではないだろってぐらい、こうヤンキー色が強いというか、まあ、ストーリー性が強い話になっております。で、このなんでもう再三言ってるけど、私が一番重視したいのが BL 界で、なんでこの子を好きになったのかっていう理由がはっきり見えてないと嫌なんですよ。まあこれは BL じゃなくても少女漫画においてもなんですけどね。なんでこの人が、それで言うと吉川くんなんてみんなが憧れる番長で、その番長がなんで好きになるのかっていうのが一番ポイントになるんですけど、それも描かれてる、ちゃんと、もちろんね。で、まあ二人がというか、まあ吉川くんが受けたから、そのいわゆる組み敷かれるっていうシーンもあるんですけれども、そこでもやっぱりかっこいい。その受ける側なのにこんなにかっこよくて大丈夫そうっていうぐらいめちゃくちゃかっこいい。その男前さが素晴らしいんですよね。いやこれヤンキー漫画だから本当にぜひね読んでほしい。で
この作者さん、ナリさんっていうんですけど、ナリ先生の、もう一つの作品で、ヤングコーンの王子様だったっけな。なんかその、ヤングコーンのね、お話があるんですけれども、それもめちゃくちゃ面白い。それも結構ヤンキーっていうか、まあちょっとアウトローな裏社会の話なんですけど、裏社会と料理好きの男の子の話で、それもめちゃくちゃいい話なので見てほしい。なんかね、ナリさんの作品の受けはね、なんかあーかっこいい、守られたいなっていう受けが多い気がしますね。いやーこれめっちゃいいんだよね。これちょっと裏表紙だから見せてもいいかな。この裏表紙のね、この私このシーン大好きなんですけどされてる側が攻めで、なんでこのアムアムしてるかってのも、ちょっと書かれてるので、そのアムアムの理由も最高なんで、ぜひ読んでほしいですね。いやーこれ本当にいいんだよな。なんかね、何回も読むんですけど、私本何回読んでも心を打たれる、かっこよさに。うわーかっけーってなる。めちゃくちゃ熱い少年漫画みたいな話なんで、ぜひね、少年漫画好きって人もこれ見てほしいと思います。おすすめです。次、これも最高なんですよ。はい、桂小町先生の赤と黒、こちら1巻2巻となっておりますが、なんとこちら、ルージュっていう作品のスピンオフとなっております。ルージュに出てくるキャラクターたちの、メインではない人たちのお話なんですけど、めちゃくちゃルージュも好きなんです。私ルージュめっちゃ好き で、その中の、出てくる人たちの、まあ、先輩、ルージュのメインの先輩の人たちの話なんですけど、そのルージュ見てる時にはめっちゃこの先輩かっこいいなって思ってたから、もうびっくりして出る時に、え、いいんですかそこ見せていただいてっていう、入りだったんですけど、もう全ての欲を満たしてくれたこの作品は。だからこれ読むんだったらルージュも見てほしいんですけど、まあルージュ見てなくてもワンチャンわかるかなっていう話です。もうね、これもう最高なんですけど、これこそなんかね、ザ男前、まあ、こっちもなんですけど、まあそのザ男前を持ってきたんですけど、今回はあのね、そうだよな、このぐらいかっこよくないと男は男に惚れねえよなっていう、その男惚れがまず見える話ですね。あと、まあ、桂小町先生の特徴なんですけど、このね、見せ方がありえんぐらいうまい、漫画がうまいんですよ。だから、まあ、いわゆる見開きシーンみたいな、ここをメインで持ってくるみたいなシーンがあるとするじゃないですか。その描き方がえげつないかっこいい。あ、この話ってこの顔でこのキャラクターでこの顔を見せたいんだろうな、めっちゃかっこいいやんっていう、声高じゅんそれぐらいね、熱いシーンが多い。そう、熱いシーンが多いんですよ。見てて全く飽きないし、そのトップ、まあ、こっちもこれはどうだ、高校生の話だけど、高校生じゃないんですよ彼らの精神状態は。もはや高校生だけど大人にならなきゃいけない人たちの話だから、みんな大人なんですね。その中でこいつには見せれる中身みたいなのを描写してる感じかな。いやこれもね、見てほしい。あのね、この人ヤマトさんって言うんですけど、リドウヤマトさん、ヤマトさんに惚れる男の気持ちがわかる、ヤマトさんについていこうとする男たちの気持ちがわかる、慕う後輩の気持ちがわかる、ヤマトさんに惚れさせてくれる漫画です。これはめちゃくちゃかっこいい、本当にかっこいい、熱い男なんですよね。で、そのいわゆる美道家っていう、その裏社会の組があって、で、その跡取りが大和さんなんですね。で、高校に通いながらいろんなものを背負って、そのいろんなものを背負っていく、まあ買い物袋の端っこを一緒に持ってくれる人のとの話みたいな感じ
説明下手すぎる。ちょっともう見てほしいよこれ。本当に好きなんだよ。もうやって持ち運びすぎてゴロゴロだもんこれ。好きなんだよ。もうとりあえずその恋愛もそうだけど男惚れしたい。かっこいい男たちが見たい。その男ってあれね、かっこいい方の男の字ね。かっこいい男が見たいって人におすすめです。かっこいい男たちとの話が見たい方に本当におすすめ。あとね、私の好きなキャラね、まあこのね、メインの人たちもそうなんですけど、このヤマトさんのお母さん好きすぎてえぐいんです。女性でね、もうトップ張ってる、その組でトップ張ってる方なんですけど、本当にかっこよくて、あ、ヤマトさんもうこの人の子なんだって納得がいくぐらいかっこいい。そういったこのメインだけじゃないサブキャラたちもめちゃくちゃ最高な作品になってます。いやマジでかっこいい。もうこのシーンとか超好きなんだけど見せれないからさ、ここね覚えておいて、2巻のここねここ覚えておいてね、2巻のここめっちゃ好きだから私。うわーすごい、一生見れますこれ。はい、もう、まあ、とりあえず最高なんで。で最初にも言ったルージュ、これ見て最高だなって思ったら絶対ルージュ見たくなるから、私は3冊買っておくべきだと思う。最初にルージュ、この赤と黒2冊、あとあのその後の話も出てるんですけどいっぱいあるから、ちょっとこのね、この人たちの世界観の話は全部おすすめでございますが、この中での男前受けとしてこの作品を挙げさせていただきました。最高なんでマジで見てください。次、はい、次からは電子です。はい、まあ、紙も電子もどっちも好きでよく読むんですけれども、ここからは電子です。はい、もうまさに、まあ、男前プラス猫ちゃんですね。はい、こちら、あ、こっちじゃない、こちらセラピーゲームでございます。はい、日野原先生の作品でございますね。はい、セラピーゲーム、これもこれと一緒なんですよ。赤と黒と一緒で、元々にある作品があって、そのサブキャラって言っていいのか、あれは、まあ、そのメインではなかった人たちのお話です。めっちゃいいの。もうね、その、 あの前の作品も最高なんですよ。これの元になった作品、スピンオフの前の作品も最高なんですけど、それはかっこいい攻め BL と時にお話ししたい。もう本当に最高だから。でもじゃなくて今回は男前受けなので、これを上げさせていただきました。このね、金髪くんが受けの方なんですけれども、本当に気高くて本当にかっこいいプライドを持ってて、なんだろう、こうね、きっと一人で生きていけるんだろうけど、このかっこいい人が選んだ相手がこの人で、このチャブゾンのね、この方で、うわ、きっとその自分の一人で生きていける人生に、一人で生きていける人生なのに、その人を置いた理由って、よっぽどのことじゃんっていう、その尊さもある。別に一人で生きていけるんだよ。だけどこの人と生きていこうって決めるっていう、その男前受けの良さ、そこもある。なんかきっと男前だからきっと一人で生きていけるけど違うんだよ、だけどこの人を選ぶのっていう、そのね、尊さがね、たまらないんだよ。多分同じこと3回4回ぐらい言ってると思うけど、本当に最高です。でこちらなんとリスタートっていう、セラピーゲームリスタートっていう、この話の続編が出てて、これ4巻続きます。で、さっきのセラピーゲームが、2巻だから計6巻あるんですけど、一生飽きないし、なんだったらまだこちら続いております。今だよ、追うなら今だから、マジでこれ読んでほしい。その動物がよく出てくるっていうのと、あと、まあ、仕事をいっぱいしているかっこいい男性がいっぱいいるっていうのもあって、恋愛の主軸だけじゃなくて仕事をしている男性のかっこよさだったりとか、夢を追う人のかっこよさっていうのも詰まっている作品です。で、この作者さんは本当にひたすら絵が綺麗だから、
そういった意味でかっこいい男の子が読みたいな、見たいなって人もこれはすごくおすすめでございます。めっちゃいいんだよね。あの、私仕事ができる男っていう涼子さんめっちゃ好きでかっこいいから、なんか恋愛だけじゃないっていう、生活もちゃんと大事にするっていう涼子さんめちゃくちゃ好きなんですけど、これは本当に本当によくそういうのが出てくる作品で、で、この作者さんは他の作品もめっちゃいいから、これはまたあのファンタジーの部門でお話しします。ファンタジーの部門とかっこいい攻めの部門でまた一作品ずつ全然違うのがあるので、そうね、おすすめしようと思います。いやほら、最高の男前が見れるので読んでください。めっちゃかっこいい、かっこいいし綺麗だし可愛いんだよね。最強の受け様、そう、受け様です。はい、攻め様っていう言葉はあるけど、受け様です。彼は最高です。はい、続きまして、ピンクハートジャム。はい。で、この表紙が電子版の特装版のものになってて、多分ね、紙は違うと思うんだよ。違うと思うんですけど、このピンクハートジャムっていう言葉は覚えててください。はい。これもね、最初はね、作者さんがでしたね。しっけ先生っていう方はもう本当にめちゃくちゃ好きな作者さんなので全部買ってるんですけど、その中でも私が好きな受け様がこちらにはいらっしゃいます。このね、表紙の方がその受けなんですけど、大学生の話で、大学生の軽音部みたいな、その音楽のなんだっけ、あれサークルか、サークルがあって、で、そこに入ってくる新入生の子と先輩の話なんですね。だからサークル活動が結構メインに描かれてたりとか、先輩がしているバイトの話だったりとか、そのセメ君の後輩君の、バイトの話だったりとか、他の恋愛の話だったりとかもいっぱい出てくるんですけど、これもひたすらね、この先輩がめちゃくちゃかっこいいの。憧れられる人ってやっぱこう何か魅力を放ってるんですね。まあこの作品だけじゃなくて今紹介したものも全部なんですけど、その魅力がこう可視化され、めちゃくちゃ可視化されてるもので、で、紙だったら上下感なのかな、だから結構ボリュームはあるんですけど、もうね、めちゃくちゃ良かった。めっちゃ男前、めっちゃかっこいいし、一本筋がめっちゃ通ってるんですよ、筋がね。だからその彼の先輩のバイトをがちょっと特殊なんですけど、そのなんでバイトやってるかっていう、あ、そうだからかって納得ができるものだったりとか、一本筋が通ってる男ってこんなにかっこいいんかっていう、そういうものが詰まってる作品になりますね。いや、めっちゃいいんだよな。あとね、ロン毛が好き私はめっちゃロン毛が好きだから、キャラ型がまず天才でした。私見た方が入りやすいっていうので、まずロン毛のかっちょいい目が据わってる兄ちゃんが好きっていうのがあって、これね、最高だったんですけど、そういった意味を抜いても、まあめちゃくちゃ読みやすいし絵が上手、まあ全員そうなんですけど、めっちゃ読みやすいのでこちら上げさせていただきました。最高なのでぜひ読んでみてください。しっけ先生は全部いいぞ。あとちなみに言うと、読んでください、最高です。続きまして、はい、最後でございます。息できないのは君のせい。これもめっちゃいい、これもめっちゃいいです。舞台は社会人たちの吹奏楽の団体の話、なんかこう生活の中で社会人たちがこう市の吹奏楽団体みたいなのに入ってて、そこで出会う二人の話なんですけど、彼ら25歳同士で全く違う、まあ片やバーテンダーで片や書店員の二人なんですね。で、その二人が、まあ書店員の彼は矢野くんはめちゃくちゃ王子様って言われてる、この金髪の彼ですね、王子様って結構その楽団の中からも言われてて、で、それをメガネの彼しずまくんはなんだよきなくせえやつって見てたんですよ、同じ楽団だけど。で、
彼はバーテンダーで、で結構女の子にもそういうね軽やかな感じで、まあいわゆる軽いやつっていう感じなんですけど、2人がなんで接点を持つかっていう理由がもうね最高なんですよね。なんかねこれ今よかあのしずまくんが快楽主義で、自分が満足いく演奏、自分が気持ちよくなった演奏をすると興奮しちゃってそれが抑えられなくなっちゃうっていう、でそれを沈めてる時にたまたま矢野くんが立ち合わせて僕も一緒なんだって言って、そういう関係で始まるんですよ。だからまあ最初は付き合うとかじゃなくて、ただただお互いの欲求を満たし合うだけの関係、それがなんと4年続きます。そこからスタートです。でなんでこれが男前よけの枠に入れたかというと、しずまくんが最初はねだから結構軽薄なイメージ、読者にも多分そうだと思う感じがついていくんですけど、矢野くんっていうかもうこう矢野くんと真剣に付き合うってなってからの彼の変わりようだったりとか態度とか矢野くんに対する気遣いだったりとかが、まあ男前で、これ4巻まで今出てるのかな、まだ続いてるんですけど、その2巻3巻4巻は本当にその矢野くんが、しずまくんが、しずまくんに対して、矢野くんに対して、お互いに対しての、その、好きだけじゃ、こう、補えない、問題点を二人で解決していくっていう、その過程が、凄まじく素晴らしくて、めちゃくちゃいい。ここは、なんか、こういう恋愛を私はしたいって思わせてくれる。なんかね、2人にとってそのお互いの存在が本当に大事なんだなっていうのを思わせてくれるような作品でして、でこれもねスピンオフ出たんですけど、最近そのスピンオフも最高で、それもねまた紹介したいなって思うんですけども、まあ、とにかくこれもね熱いシーンが多いで、基本、まあ、恋愛もそうなんですけど、この2人が音楽やっている描写とかもめちゃくちゃ出てくるし、それもめっちゃかっこいい。めちゃ漫画が上手、まあ、また何から何目線だって話なんですけど、本当にこれはね二人とも男前じゃなく、二人とも男前だけど、まあしずまくんの男前さをこう缶を追うごとに追っていけるっていう、そういった楽しみもめちゃくちゃあるので、ぜひこれも読んでほしいですね。本当に素晴らしい作品です。でこの住谷ゼニコ先生の BL でもう一つあって、その作品も男前受けなんですよね。ちょっと調べます。ありました。出てきました、ゼニコ先生のこれも最高、川にさざ波。これもザ男前受けなんですけど、まあ、これいやめっちゃ男前受けだわ、めっちゃなんでこれ入れてなかったんだろうねってぐらい男前受けです。男前受けだし、私が一番最初の動画でお伝えしたあのワンコ攻めもこれですね。これもすごく尊いので見てほしいです。どっちも続いてるから、ぜひ一緒に追う側の人間になりませんかっていう布教です、これは。はい、というわけで、まあ、これ含めて6作品お話ししたんですけど、まあ、やっぱこういう男前受けが好きっていうのもあって、もう死ぬほどまだまだあります、死ぬほどまだまだあるんだけど、日常編においては、まあ、このあたりが私は好きかなっていう感じですね。でもっとディープになってきたりとか、こうもっとアウトローな世界になってきたりとかっていうのもあるんですけれども、それはまたおいおいお話ししたいなと思います。いや、いかがだったでしょうか、6作品か。いや本当に全部かっこいいんだよ。なんか付箋貼って
ここがいいよねってやつやりたい。あ、イベントでこれしようかな。なんか今までの作品を見た人限定のネタバレありのここのこれがいいですイベントみたいな、いつかやりたいなって。おめえいいいいからやりたいなって思います。いやめっちゃ好き。いやね、この桂小町先生はこの前ツイッターでも言ったんだけど、新作でホストの BL 出されてて、それも最高だった。なんだろう、なんかコマを見ててめっちゃかっこいいコマが多いんですよね、桂先生は。なんかなんだろうね、これすごい刺さるんだろうな。はい、というわけでこの 6作品ぜひね、男前行き好きだよとか、ちょっとあの前のスターターデッキ全部見たから、次はじゃあ皆さんのおすすめ見ようかなって人はぜひこの辺りをぜひ寄っていただけたらなと思います。楽しいね。ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。